痩せたいなら、スモースクワットできるようになりましょう。股関節、体幹の筋力、柔軟性、両方が必要です。股関節チェックやっていきましょう。肩幅より広めに足を開いたら、そのまましゃがみます。手は膝の内側を通します。つま先をこんな感じで掴みます。お尻はしっかり下まで下げる。ぐっと胸を張る。で、肘と膝はこう反発し合うイメージです。皆さんできますか？できない方は、こんな感じでお尻下がるとこまで下げて、手はね、こうやって、つま先掴まなくても大丈夫です。横から見ると、こんな感じです。しっかりお尻下げ切って、骨盤が立っている状態だと理想です。見るべきポイントは、お尻が下がってるか、つま先を掴めるか、ピンと背筋を張れてるか、この3ポイント見ていきましょう。今できなくても大丈夫です。ビフォーアフターで比べてみましょう。では一度お尻を床につけて、手は床につきましょう。膝を伸ばして片足ずつグッと上げていきます。前ももをお腹に近づけるイメージです。ゆっくりで大丈夫です。しっかり腹筋意識して足をなるべく上げ切る。呼吸を止めないようにして、肩あんまり力入りすぎないようにしましょう。ゆっくりでいいので、普段上げない範囲までしっかり足を上げ切る。腹筋とこの股関節付け根の筋肉を使うイメージです。ここです、付け根です。頑張って、ラスト、よっしゃ、 OK。 次、お尻のストレッチやっていきます。右足を左こっちに持ってきます。で、この足をお腹にぐーっとつけます。右のお尻伸びてくると思います。体を足につけるんじゃないです。足を体につけましょう。なるべくピンと胸張って、そうすると右のお尻がね、より伸びてきます。きつい人はこの右足ちょっと前、この辺でも大丈夫です。右のお尻伸ばすことが目的です。余裕がある人はなるべくこの足お腹にぐーっとつけて、頭を上から引っ張られてるイメージで胸張るとより伸びてきます。 OK。 逆足いきます。左足を右こっちに持ってきます。で、両手でこの足をぐっとお腹に近づけます。左のお尻が伸びてくると思います。呼吸を止めないようにして、肩こう変に力入りすぎないように意識をしましょう。お尻伸びる感覚ありますか？なるべく胸張っておくといいと思います。きつかったらね、ちょっとこの手を緩めても OK です。呼吸だけしっかり止めないように意識を続けましょう。 OK。 じゃあ足楽な状態、あぐらとかで大丈夫です。右手右肘床について、左手万歳します。左の脇の下、脇腹伸びてれば OK。 指先なるべく遠くに向かってぐーっと伸ばしましょう。肩腰痛い方は痛みない範囲で OK です。で、この時にこっちのお尻が床から浮いちゃうんですけどっていうコメントをよくいただきますが、全く問題ないです。もちろん硬いことの証なんですが、伸ばしたいのは脇腹、脇の下です。伸びてればお尻が浮いてても OK です。なるべく手を遠くに向かってぐーっと伸ばしましょう。 OK。 そしたら逆いきます。左手左肘床について右手万歳します。脇腹、脇の下伸びてれば OK です。指先なるべく遠くに向かってぐーっと伸ばしましょう。呼吸は止めないようにしましょう。ちょっと斜め前に倒したりとか、真横に倒したりとかね、自分が一番伸びるなって位置を探してみましょう。呼吸をね、止めないようにしましょう。こう骨盤から腕までつながってる広背筋という筋肉を伸ばしています。OK。 そしたら右足伸ばします。こんな感じですね。で、右足の方に向かって体を倒します。右の裏もも、膝の裏あたり伸びてくれば OK です。余裕があれば右手で右のつま先掴めたら良いと思います。きつかったらね、これぐらいでももちろん OK です。伸ばしたいのは膝の裏、裏ももです。呼吸止めないようにして、肩変な力が入りすぎないようにしましょう。これはね、ハムストリングスという裏ももの筋肉をストレッチかけています。
逆足いきましょう。左足伸ばしていきます。で、左足の方に向かって体をしっかり倒していきましょう。こうたくさん股関節の柔軟性チェックの動画、こうあぐらとかね、開脚とか出してきて、多分どの動画をやったらいいか分かんないよって方もいるかもしれないんですが、すべて人間が、普通に日常生活暮らす上で必要な柔軟性です。なので、どの動画やった方がいいかって言われたら、理想は全部です。ただ、もし苦手なのがあれば、苦手なのを優先してやると良いんじゃないかなと思います。OK。次、調査しましょう。足を伸ばします。で、反動つけていいので、前にぐーっと倒れましょう。これはね、せめてつま先に指先が触れるぐらいまでいってほしいんですが、僕もちょっと触れないです。余裕がある人は、こうやって掴んじゃっていいです。で、膝はね、しっかり伸ばしておきましょう。こうやって反動つけていいので、無理ない範囲で前に倒れましょう。呼吸だけ止めないようにして、反動つけていいですからね。肩だけ変な力、こうやって入りすぎないように意識を続けましょう。OK。開脚しましょう。次、開脚。こう、無理ない範囲で、内ももが少し伸びるなーってぐらいでいいです。開脚したら、内、外に、つま先をねじっていきます。呼吸を止めないようにしましょう。しっかり、内、外にねじる。頑張って。しっかり、内、外、内、外。なるべくね、この付け根からねじるイメージ、つま先を内、外、呼吸は止めないで、なるべく大きく動かしましょう。よし、OK。したら次、このあぐらみたいな感じにして、右足をちょっと前に出しておきます。そのまま体を正面に倒していきます。右のお尻をストレッチかけてます。で、余裕があればどんどん前に倒れて、手を前に伸ばすと、お尻伸びてくると思います。いまいち伸びないよーって方は、右足ちょっと前に出して、前に倒れてみたり、体をね、ちょっと斜め前に倒してもいいと思います。こう、お尻の大殿筋って筋肉なんですけど、大きくていろんな方向についてるので、人によって伸びる方向が違います。で、何がいい悪いじゃなくて、まあ、人間みんな違うので、個人差って当たり前です。伸びる角度を自分で探してみましょう。OK。次、左足前に出します。そのまま真正面に体を倒していきます。左のお尻が伸びてれば OK です。できる限りこう前にね、倒れていきましょう。伸びますか、左のお尻。伸びなかったら、足をもうちょっと前に出してみたり、もしくは手前に引いてもいいと思います。どんどん前に倒れたり、斜め前に伸ばしたり、自分で伸びる位置探してみましょう。でね、これどの角度でどうやっても伸びないよって方いるんですけど、大丈夫です。僕らがパーソナルトレーナーとしてパーソナルストレッチかけるときもうまく伸びないことあるので、いろいろね、試しながら伸びる位置、探してみましょう。OK。そしたら次は、こんな感じで足伸ばして座って、右股関節大きく外回ししていきます。呼吸を止めないようにしましょう。できる限り大きくでいいです。で、手は床にこうやってついていいですからね。ゆっくり大きく回す。ゴリゴリなるよーって方は、痛みがなければそのまま回して OK です。痛みがある方は、ゆっくり小さく、痛みない範囲で回してあげると良いんじゃないかなと思います。肩、変な力入らないようにして、ゆっくり大きく、普段動かさない範囲で股関節回していきましょう。ラスト1回回しますよー。OK。次、左股関節外回ししていきましょう。大きく外回し。もしね、ついてこれないよーって方、再生速度調整したり、途中でサボったりしてもいいです。もしくはね、動画を1回途中で止めて休憩してもいいです。皆さんのペースで最後まで完走しましょう。呼吸は止めないようにしましょう。できる限り大きく、ゴリゴリなっても痛みがなければ OK。痛みがあったら痛みない範囲で回しましょう。呼吸を止めないようにしましょう。きつい。よし、OK。では次、右足を伸ばして、なるべく股関節、こんな感じで開きます。開いたらそのまま正面に倒れてきます。右の内もも伸びてますか？
どんどん前に倒れて、内ももが伸びてればOK。つま先なるべく真上向けておきましょう。真上向かなくても、前に倒れなくても大丈夫です。内ももを伸ばすってことが目的です。余裕がある方は前に倒れて、つま先を真上向けると良いと思います。呼吸をね、止めないようにしましょう。よっしゃ、OK。次、逆左足伸ばします。で、なるべく股関節こう開いた状態で、そのまま正面に体を倒していきます。左の内ももストレッチしてます。なるべくつま先真上向けておきましょう。伸びますかね、内ももが。伸びない方は股関節もうちょっとね、しっかり開いてあげたりとか、つま先真上向ける。体を正面に倒す。それがポイントだと思います。よくあるのは、体を正面に倒すと、つま先が倒れちゃう方が多いです。前に倒れるときも、つま先は真上向けておくと良いと思います。OK。皆さんついてきてますか？次、右足もう一回伸ばします。なるべくさっきと同じように股関節開いて、体を前に倒したら、つま先を倒す、真上向ける。倒す、真上向ける。股関節付け根からねじるイメージです。呼吸は止めないようにしましょう。頑張って頑張って。ふぅ、きつい。しっかり付け根からねじってくださいね。真上向ける。つま先。内ももが伸びてる状態で、つま先真上向けてくださいね。呼吸は止めないで、肩、変な力入らないように、意識を続けましょう。オッケー。逆足いきます。左足伸ばします。そのまま体を前に倒して、内もも伸びてる状態を作ったら、つま先しっかり上向ける。戻す。上向ける。戻す。呼吸は止めないようにしましょう。このね、内ももがしっかり伸びてればそれで OK です。呼吸だけ止めないでください。きつかったらね、再生速度調整したり、一回休憩したり、サボったり、どれでもいいです。自分がね、やりやすいペース見つけましょう。オッケー。そしたら次は、以前も行った、手をなるべく床につけずに左右に倒す。覚えてますか？これ。できない方、手を床についても OK です。こんな感じで大丈夫。膝がしっかり床につくように、お尻が浮いても OK です。手を床についても OK。余裕があれば手を床につけず、しっかり膝を床につける。つける。呼吸は止めないようにしましょう。頑張って頑張って。よし、OK。じゃあ次は足の裏、こんな感じで合わせて、膝をなるべく外に開きます。外に開いて、その状態で前にぐーっと倒れていきましょう。最低ライン。この拳が膝と床の隙間に入るか入んないかぐらい。これぐらいは最低でも外に開いてほしいです。また前に倒れて肘が床についてほしい。僕もつかないですが。で、本当に理想は、こうやってしっかり股関節外に開いて、もう膝と床の隙間、拳が入らないぐらい外に開いて、おでこが床についたらね、本当に理想だと思います。これ僕も全然できないので、一緒にできるようになりましょう。OK。そしたら、また手床についていいので、股関節内回ししていきます。右足からです。大きく内回しです。ゆっくり大きく、普段動かさない範囲で動かしましょう。ゴリゴリなる方は痛みがなければそのまま大きく回しましょう。痛みある方はゆっくり小さく回してあげましょう。これね、呼吸だけ絶対止めないようにしましょう。あと肩、変な力入らないように意識を続けましょう。逆に余裕だよって方はね、こんな感じで手を床につけないでやると体幹を鍛えながら股関節を動かせます。結構きつい。次、左股関節打ち回していきましょう。ゆっくり大きく回しましょう。大丈夫ですか？皆さんついてきてますか？ゆっくり大きくゴリゴリ鳴っても痛みがなければ OK。 痛みある場合は痛みない範囲で回していきましょう。
呼吸をね止めないようにしましょう、なるべく大きく普段動かせない範囲で動かしましょう。余裕があったらこんな感じで手を床につけないでやると腹筋とかめちゃめちゃ体幹周り効いてきます。頑張って。はぁ、オッケー。そしたら次、左足前に伸ばしておいて右足を左へ持ってきます。で、左手でこの足をぐっと抱えます。で、上半身は右にねじりましょう。右のお尻を伸ばしながら上半身を右にねじってます。伸びますか？しっかり左手で左足をぐっと抱えましょう。あ、左手で右足ですね、右足をしっかり抱えましょう。上半身を右にねじる。お尻を伸ばしながら上半身を右にねじってます。いまいちね、お尻伸びないよって方もしっかり上半身は右にねじりましょう。 OK。 次、逆いきます。左足を右こっちに持ってきて、右手で左足をぐっと抱えます。で、上半身左にねじりましょう。左のお尻を伸ばしながら上半身左にひねってます。しっかりね、この左足をお腹になるべくつけておくことがポイントです。肩腰痛みがある方は痛みがない範囲で OK です。肩もね、変な力入れすぎないで、しっかり左にねじって、呼吸を止めないようにしましょう。よし、OK。これで足の裏合わせて、ちょっとね、足前に出して、ひし形、ここで作りましょう。ひし形です。そのまま体を正面に倒していきます。お尻周り、伸びる感覚ありますか？お尻とかね、腰、外ももあたりが伸びます。いまいち伸びないよって方は、もうちょっと足を前に出してみたり、逆に手前に引いてみてもいいです。お尻とか腰、この辺を伸びる角度、ご自身で探してみましょう。いまいち伸びないよって方も、前にね、なるべく倒れるようにしましょう。OK。そしたら体育座りしましょう。で、両手で太ももをぐっと抱える。目はおへそを覗き込む。腰、背中伸びる感覚あれば OK です。しっかり腰を丸めておへそを覗き込む。余裕があればちょっとずつこの足、膝を伸ばして起きながら太ももを両手で抱えるとより腰、背中伸びてきます。しっかり目はおへそ覗き込みましょう。なるべく頭はぐーっと下げるイメージです。ふー、きつい、呼吸止めないようにしましょう。OK。 次はですね、ちょっと難しいお尻のストレッチします。右足をこんな感じで前に出しましょう。右足を前に出したら、その状態で体を真正面に倒すイメージ。右のお尻が伸びてくれば OK です。で、いまいち伸びないよって方、ちょっとね、足をこうやって膝曲げて、ちょっと上半身右に倒してみたりとか、もしくはもっと体を倒してみたり、もしくは足をもっとこうやって前に出したりとかして、いろんな角度で自分のお尻が伸びる位置探してみましょう。ここが伸びるよって角度がね、必ずあるはずです。僕はこんな感じが伸びます。このまま前に倒れる。右のお尻伸びてればそれで OK です。よし、逆足いきます。左足を前に出します。そのまま体を真正面に倒します。左のお尻伸びれば OK。このね、右足をね、どんな感じでもいいです。左のお尻が伸びればいいので、こうやって右足伸ばしておいてもいいし、左のね、お尻が伸びる位置探してみましょう。よくコメントで、こう、これで合ってますかっていうコメント来るんですけど、このストレッチは、左のお尻が伸びてればそれで合ってます。こっちの足は多少曲がってても伸びててもどっちでもいいです。左のお尻伸びる位置探してみましょう。きついな。OK。そしたら最後、もう一度最初に行った股関節チェックやっていきましょう。足は肩幅よりちょっと広めに開いて、そのまましゃがみます。手は膝の内側通して、つま先をこんな感じでしっかり掴んだ状態で、お尻をしっかり下まで下げる。どうでしょう、皆さんできますか？つま先を掴んで、お尻をしっかり下まで下げる。こうやって背筋正しましょう。猫背になっちゃったら NG です。
皆さんどうでしょう、できましたか？できない方はこんな感じでもいいですからね。で、こうやって膝と肘でちょっとこうやって押し合いしてみましょう。最後にぐーっと押し合い、膝と肘でぐーっと押し合いです。呼吸は止めないようにしましょう。ふー、膝と肘で押し合いしてください。で、この動画で漏れてないよって方は他の股関節チェックの動画概要欄貼っておきますので、ぜひ続けてやってみてください。あと最近人気のね、1回でウエスト細くなる動画も概要欄貼っておきます。ふー、オッケー、お疲れ様でした。ここまでよく頑張りました。この動画良かったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。僕と一緒に頑張りましょう。